はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はですね、この今150センチ水槽ですね、1500水槽、まあ年末ということで大掃除してるので、まあその模様をお伝えしたいなというところでちょっと動画撮ってます。ちょっと曲がっちゃった。まあ大掃除といってもですね、まあいつも通りの管理なんですけど、まあちょっと先週、まあ毎週週末金曜日にまあやってるんですけれども、まあちょっと明日忙しいんで、今日のうちにやってしまうということでまあやってます。まあ結局やってることとしては水替えだけなんで、まあ大した動画ではないんですけど、まあなんていうんですかね、やっぱ150センチ水槽ともなるとなかなか、まあちょこちょこ管理っていうのがなかなかやっぱり筆不詳というか、まあ豆じゃないので、まあなかなかできないんですよね。まあせいぜい、なんです、ガラス面を拭いたりとか、そういったことしか前やってないんですけど、まあ最近、なんていうんですかね、工夫してる点としては、まあ2260が結構勢いが強くてですね、今これ勢い一番弱くしてるんですけど、これ強くすると、こんな風になってすごい水が、なんていうんですかね、飛び散っちゃうんで、こう弱くしてですね、であっちの、まあ常にそのフィルターは動いた状態で、まあ、やるっていう感じですかね。まあちょっと負担かかっちゃうんですけど、まあなんかそういった風にしてやってるっていうので、毎回毎回このフィルター止めるとですね、なんかもう調子悪い時だともう一回呼び水しなきゃいけない時とかあるんで、それすごいめんどくさいんで、もう動かしっぱなしっていう感じでやってます。まあ、今のところ問題ないんですけど、まあなんていうんですかね、なかなかやっぱりこの2260は作りが簡単すぎて、まあ治るのも早いんですけど、まあなかなかちょっとその一筋縄でいかないところもあるので、やっぱこういう感じですね。まあ液度の調子については全然なんていうんですかね、まあ変化なしっていうか、まあ、ホレマニーレッドですね、これど真ん中に植えたんで、それが結構やっぱりでかくなったというか、まあ、やっぱでかい株が4株あったんですけど、その真ん中にさらにでかい株を1個入れたんで、まあ、ボリュームが出たっていうんですかね、まだ水が全然入ってないんで、ボリュームが出たかどうか、パッと見てはわからないとは思うんですけど、まあ、そういう感じですね。現状だとあんまり、まあこの手前に植わってるオパクス系ですよね。インドネシア便とかのオパクスは、まあ根付いたっていう。約2センチぐらいしか低床がない割にはよく根付いたなというところではあるんですけど。あんまなんていうんですか、特筆して何か変わったっていうところは現状ないですね。まあ冬場になるとやっぱりその、なんていうんですかね、めちゃくちゃ、ここまあその、暖房直下なんで、すごい水が蒸発しまくるんですよね。平気で、結構2週間何もしないと5センチぐらい下がっちゃう、もっと下がっちゃうかもしれないですね。だからまあ正直な、足し水だけでもいいかなって気もするんですけど、まあ年末なんで、まあまあ冠水してるっていう感じですね。まあ幸いここはお湯が出るところがすぐ近くにあるんで、まあこれ今お湯注いでるんで、だいたいまあ26度とかですかね。まあその夏場はもっと暑くなるんですけど、冬場は結構なんていうか、冷たくなっちゃうんで、まあ結構アバウトな感じなんですけど、だいたいまあ20度は切らない感じの水が出るんで、だまあ冠水できるってわけですよね。まあもしもうそういうのがないんだったら、はっきり言っても足し水だけでもいいかなと思うんですけど、まあなかなかなんていうんですかね、そういった感じでやって、まあエンゼルも結構落ちるかなと思ったんですけど、50匹買って、まあ結局死体をいろいろ確認したのがまあ4匹ぐらいですかね。だからあんま知らなかったなっていう感じで、なかなかやっぱエンゼルってシクリッドなんでどうかなと思ったんですよね。なんか結構その気強いと1匹ずつ月1匹ずつ死ぬみたいな。あ、でもまあ、そのペースでいくと正しいのか。まあ、だからなんていうんですかね、結構追い詰められたやつから死んでいくってイメージだったんですけど、
まあ、150センチの水槽で50匹なんで、あんま喧嘩しないっていうんですかね。あんま思ったよりも、平和な感じで、非常に、飼いやすいですね。まあ、ブリードっていうこともあるんで、まあ、もともとは結構その90センチ水槽に詰められてたんで、まあ、その、結構過密に慣れてるっていうんですかね。ただ、過密に慣れてるやつをでかいところに入れると、まあ、結構喧嘩するんじゃないかなとも思ったんですけど、意外とそういうこともなかったんで、まあ、良かったかなと、個人的には思いますね。いや、なんかもっと個人的にそのエンゼルフィッシュって難しいんじゃないかなと思ってたんですよね。その結構その、まあ、入門種としては知られてるんですけど、いや、そんな入門種じゃないでしょうと個人的には思ってたんで、まあ、やっぱりその、百聞は一見しかずじゃないですけど、やっぱ飼ってみると、やっぱ魚ってわかるなっていう、ところがすごいありますね。でやっぱなんていうんですかね、熱帯魚の王様っていうか、まあ、熱帯魚の王様ってディスカ、まあ、ディスカの女王かな、アロワナとかいろいろあるんですけど、やっぱポピュラーな熱帯魚で結構その熱帯魚の王様っていうと結構なんていうんですかね、エンゼルとかって名前が上がると思うんですけど、やっぱ理由は分かりますね。やっぱり見ててすごい癒されます、ね、こういうのは、ね、なんなんですけど、水槽で私は癒されないってずっと言ってきたんですけど、やっぱ癒されますね。で、結構その家族からの評判もいいです、ね。なんか結構その、勝手にね、餌とかあげたりとか家族してるんですけど、まあ、やっぱなんかある種ペット的な側面もすごいあるのかなというところで、やっぱなかなか、まあちょっとやっぱりその、やっぱ30センチ以上の手狭かなっていう感じなんで、まあ別に飼ってもいいと思うんですけど、まあやっぱ60センチ以上ぐらいでね、10匹とか、そういう感じもいいんじゃないかなっていうところなので、まあなんか飼われてみたら結構面白いんじゃないかなと。まあちっちゃい水槽で私やったことないんで、それだとまたちょっと性質が変わるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういったところですね。まあ、これだとよく見えないからもっと近づけようかな。まあなんかちょっとまた苔が出てきちゃって、もうここに生えてる緑色のやつとか、あれなんですよね。硬いんで、スポンジでこすっても取れないんですよね。まあ取ろうと思うと、アクリルで傷ついちゃうんで、なかなかそういうのもできないんで、まあ放置っていう感じで。まあ、ただ茶色の苔とかまあうっすら出るんですけど、まあ、それに関してはまっすぐさっと拭いて取れるんで、まあ、ちょっとあれですね、こっちの方がいいかな。こっちはまああんまり苔が出てないんで、あでもこっちもエンゼルがいないからあんまり動画として面白くないかも。よし、まあこんな感じですね。まあ、なんかこう手入れると手今上にこう入れてるんですけど、なんか集まってきたりしてくれてるんで、まあ結構頭が良くていい魚ですね。まあ言うこともこれぐらいしかないんで、まあでもやっぱ冬場はやっぱ管理がめんどくさいですね。なんかこの部屋もあんまり断熱が良くないんで、結構足元とか冷たいんですよね。まあ一応扇風機とか回してるんですけど、やっぱサーキュレーター入れた方がいいかなと個人的には思うんですけど、まあなかなかやっぱまあサーキュレーター2000ぐらいなんで別に買ってもいいんですけど、まあなんか扇風機がねせっかくあるんで、それ使ってるんですけど、やっぱりサーキュレーターの方が空気回るかなっていう感じがしますね。まあといった感じですかね。まあちょっとなかなか、まあホレマニー系は調子いいんですけど、ホリゾンタリスとか、ウルガイスレッドとか入れてるんで、そっちはちょっとあんまり調子良くないっていうか、あんまでかくなんないっていうか、ホレマニーが勢いありすぎてあんまでかくなったりしないんで、なかなかちょっと、現状厳しい感じではあるんですけど、まあそうですね、
まあ、なんかアクアスノーズさんで今なんかエンゼルフィッシュが余ってるみたいなんで、まあ、それを31日に買いに行こうかな行かないかなとかっていうの今ずっと考えてるんですけど、マジどうしようかなっていう思いですね。いやまあ年末で、まあ、皆さんもいろいろ部屋の水槽掃除とかしてるかと思うんですけど、やっぱなかなか、まあ、年の瀬迫ってくると忙しいんでできないですよね、時間がなくて。まあ動画毎日一応投稿しようかなと思うんですけど、暇なんで。といったところで、まあ豊洲商店でした。中身が全然ない動画で、これ多分みんな見てくれないんじゃないかなと思うんですけど、まあ一応こういった感じで掃除してますっていうか、まあ掃除の今途中なんで、まあなんとも言えないんですけど、今こんな感じで。やっぱ時間かかるの嫌ですよね、なんか。排水だけで、まあダラダラやってるんで、30分ぐらいかかるし、注水も1時間、30分以上かかるんで、まあ別にバケツリレーはし、バケツでなんか運んだりしないんで、楽は楽なんですけど、目離すわけにいかないし、なんかちょっとやっぱり、まあワインとか飲みながらやればいいんですけど、まあちょっと考え物ですね。やっぱ、個人的にはやっぱ真水垂れ流して水草やりたいなって気持ちもあるんで、まあちょっとまた、いろいろ試行錯誤して、やっぱ100、まあなかなかやっぱ150センチで水草やられる方もあんまりいないと思うので、まあぜひやっていきたいと思います。ということで、豊洲商店でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。